今日も授業に、え？おー 寝れないね。全然寝れないじゃん、翔。翔、叩き起こされてるじゃん。寝ようとしたら今度はブルワーホールやってきたんだけど。寝たいんだけど、みたいな。穴に寝つけてないってこと、ここに呼んでしまって、申し訳ない。寝させる気ゼロじゃん、こいつら。何の用？竹馬の友との手合わせ。この空間より地下と感染させてもらった。そして死んだ。そして負けた。かの者の覚醒は不機嫌より後だが、日々積み重ねた計算が力にも確実に反映されて、如実に反映されている そうだね、刀の稽古はしてたんだよね。戦力としては十分。さりとて問題なのは貴殿の方だ。今回は残念ながら気を使い敗北喫してしまったな。次手合わせする際もこの体たらくではスクールもスクールになってしまうだろう。次なんてない。面目ない。次なんてないわ、草。かの者は貴殿の仲間より殺せなど言わぬが、我々が与え力を尽くしても負けることないはずな。悪かったよ。25ターンかけたんだぞ、こっちは。ユルギス様。すまぬ。とかく、常に最善を尽くすのだ。最悪は突拍子もなく落とせるんだから。そうだね、このゲーム、本当に突拍子もなく落とせれるわ。さて、こんな雑談に興じるためにここに呼びつけたのではない。新たなる力というべきか。貴殿に授けようと思ってな。新たな力、レベルアップですか？そろそろレベルアップダンジョンくださいよ。フリーダンジョンみたいな。今までずっとイベント戦だからフリーダンジョンレベル上げしたい。レベル上げても物理殴ればいいんじゃない？ と申しますと、スコティファイ語弊があると思われますが、実際に譲渡すればすんなり理解できるはずだ。エカテリーナ、お願いする。御意。それでは神谷翔様、新たな力はユーズの構築という形で結ばせていただきましょう。ああ、そうだね。ベロハールの住人たちもユーズだもんね。で、お前が喋るのか？いや、喋らなくなった。いよいよ。日常探索のコマンド上で、ベロハールコマンドを使用可能に。来訪の意思。ほい？これは？ これまで貴殿がベロハールに足を踏み入れるためには、貴殿の、リアルの貴殿の意識がなくなったタイミングにこちらが呼び寄せる必要があった。だからネタの時に呼び寄せるのかな。しかし我々が授けし、新たな英知によりその解には取り払えたと言えるだろう。分かりやすく申し上げるならば、神有翔様のご都合によりこちらへの来訪が可能になったのでございます。ユーギス・エカテリナによる支援を受けられます。ベルワーホールでは敵との戦闘できるマナポイントを通過側に、なるほどね、マナポイントはそういう感じなんだ。経験値は別だね。それ何の意味が？ もちろん、我々の援助がより円滑になるのだ。先日我が輩は言ったはずだな。我々をも利用するのだと。なるほどね。それには、刻印でございますね。そう。この金が足かせでな。何度か奇妙に見ましたが、これは水鏡で流されているものではない。貴殿を呼びかけるため魔力が尽きようとしている証なのだ。だからマナポイントでやれるってわけか。しかし、物語の王たる貴殿の意志で、ここに足を踏み入れた場合は例外だ。望むことそのものが魔力の大会となり、半永続というものが可能になる。その時間こそが必要なのだ。さらなる援助を送るためにはな。今、司祭を説明する意図ますら、我々に与えていないが、いかのような援助が必要なのかは、貴殿の意志で訪れるのに伝えるとしよう。いろいろやることあんね、このゲーム。ドラクエって並みになるんじゃねえか。早朝。だるい。頭がズキズキして、やっぱり寝られなかった。起こしだ。うわ、何？いきなり起き上がるんじゃない。ははは。え、巣ごもり？ なんで来た？上着の衣装に入っ、ええー、いやー、にしても、居心地のいい体だったな。体の上で寝るな。どうした、ドバセ？泥棒にも入り込まれたか？巣ごもり銀ギツネじゃないか。人に懐かないさ。いつまで拾ったんだ。拾った扱いされた。連れてこいと言いたいが、名前は、巣ごもり。そのままでひねがり、それが一番いいのかもな。まあいい、先に学校に行ってるぞ。ちゃんと面倒を見ることだ。富田島が積極的に手伝うぞ。
危ない危ない。ちょっと肩になんか乗ってるんだけど。私が喋るのは秘密だぞ。私の大騒ぎになる。肩に乗るな。サトシのピカチュウじゃないんだよ。乗りやすそうだからな。ここのが私たちの定位置だ。ここに住み着くな。なるほどね。てかさ、肩で喋っとんの面白い。パクパクしとったね、今。ほら、パクパクしてる。野犬と格闘するのが一体嫌になった。野犬と格闘してたのか。学校までついてくると肩に乗って安心してくれ。授業中は適当にうるつくから。いやいや、巣ごもりの表情変化が面白くなってきたんだけど。神将いつまで巣ごもり勝ったの。人に心を聞かない狐だと俺もそうでした。この血の友人だと そのはずだったんだけどな。一ついいこと教えてやろう。うわうむ、どこまでそういうことだ昭和。そうだよな、びっくりするよな。なんだなんだ、探しいな。ゆうくん、腹板の頭良くなったの。腹板、ああ大丈夫ですね。結局何だったの、辰巳くん。よくわかんないんですけど、吹っ切れたのだそうですよ。神谷くんは巣ごもり連れてきたの。先生に見つからないんだけど。巣ごもりだ？必要な、わざわざ学校についてきたのかよ。懐いたみたいなんだ。へー。学園長室、あ、そうだね。学園長室なら絶対大丈夫だもんね。学園長はそれ知ってるかな。もしもし、さっき私いるんだけど、いたんだ。エミー、外で怪獣ちゃんがユウくん落ちてくよ。いやいや、無理があるんだろう。ダメでしょ、カニヤくん、動物を学校に連れてきたら。あ、なんで高校生相手に、こんな注意しなきゃいけないんだか。俺としてはあの先生来てほしいな。あれ、いなくなっちゃったよ。早いなぁ。え、誰？さて、ストディーを始めよう。先生の注文いたのにはフランス語、とても難しい言語だ。同時に死語によって動詞が変形する構造化のなされた美しい言語でもある。さあ今日から基礎を叩きも、まずは。ねえ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 、ルーナ、ルーナ大島やめろや。全然頭に入ってこない。あの先生誰だっけ。眠い翔、大丈夫はるか。まあでもね、夜更かし、ああ授業中に倒れることは俺でもない。それだったら寝てるわ。それでもそれはさすがに寝てるわ。10時倒れるぐらいだったら寝てるよね。え、誰？片腕上げてる。あ、モコモコだ。この部屋前もあったよね。ゆう子も殺してくれたな。ああ！やだ、殺される夢なんて見たくないよ。ゲームでは殺される夢なんて見たくない。昼。保健室かな、いつも通りの。ちょっと保健室にして、あれ保健室にして、保健室かこれ。なんかこの前病院か。なんかこの前の病院が確かさ、なんかさ、あのラフ画みたいなんだったけど。誰？ダウナーな用語共有。ダウナー。まだ記憶は戻ってないと聞いていたが。牧山美久、この城の主みたいなもんさ、城の主って言うな。保健室だろ。この手の冗談が通じなくなるんだな。用語競技ではただろうな。お前の症状はただの寝不足。徹夜のしたんじゃないだろうな。狐が連れてきてるし、これでは優等生も肩なしだぞ。宇佐美先生が捕獲したとは聞いたが、それ以上のことは見にしてない。宇佐美先生捕獲したのかよ。宇佐美先生って誰だっけ、あの先生だよね。宇佐美先生ってあの人だよね。エクスハティオ先生。あのさっきの英語教育か、しっかりしてくれ。フランス語の教師だよ。今年この学校にやってきたんだ。随分作画をはっきりしてますね。あの人のことらしい。気絶したお前を担いでここまで運んできた。キャシャな感じで見せる。どんな人の力があるんだろうな。すげえ。やばい、宇佐美先生ってあの人じゃないの？あの人だよな。いやらしそうな人。寝不足らしい。すまねえ。ゆうやよく寝れたね。いや、神谷くんならあり得るかもね。あっという間に中間テストだからね。みんなも神谷くん見習おう。中間テスト何それ、私知らない。現実逃避です、この。今回はどんなのだろうね。神谷くん、門松さんの勝負。記憶なくした判定がどれが響くってことだな。点数勝負してんのかよ。神谷くんが島に来るまで、門松さんずっと成績1位だったんだ。初等部、中等部時代を含めてね。すごい。それを追い抜いたのか、お前は。風町も俺も上は言うつの。まあ君は違う、万年してから2番目じゃん。
総合的な話をしてんだけど、こいつできない勉強だけじゃないからな。今回はドベにならないようにちゃんと頑張りましょうね。分かってますよね。シワスくんがいない。シワスくん？それがドベの人？相手が一の教室に行ったらああいうぜ。ニコニコしてる余裕ありませんし、町の我が身です。あー、うせな！ベロアホール本当はできるようになってる。辰巳ゆうやが増えてる。常時メンバーに、パーティーメンバーにゆうやが増えてる。俺の顔に何かついてるか？なんでお前喋んの？主人公喋らないのに。せっかくだから。あれ、エクサティア先生どうしたんですか？京都の机の中にヌーを忘れてね。今頃なんか気づいたんだ。確かここにオーケーをよく見つかった。そのノート何なんですか？説明の名前と特徴の大メモがしている。まだちゃんと覚えなくてはいけないかね。てか、フェタリテートエクスタティオ、すごい名前の先生だ。これを飛ばして問題の中で初めて、私が一番の高学園教師と言える。だとしても、私たちもなんてね、これでもハーフサイプディング。みんなの特徴、私はどんなこと書かれてんだろう。さすがに教えられないな。すごい、こんなんだ。おっと、君は亀井君。突然頼むのも同じだよ。もう大丈夫なのかね。担いできたんだもんね。俺、ああ。牧山先生が聞いたようだね。私が君を運んでた。ノーサンクス。ノーサンクス。今日さ、当然のことをしたまで、今日の君に体調に気をつけておくれなさい。あと、動物を詰め込みもしくないな。勝手についてきないときもない。それでは、失礼するよ。あまりのクラスが早めに帰宅するように。こんなんか、俺のあたり子。それでいいのか？あのさ、放課後にさ、でーんって言ってここに来るのも相当だと思うけどね。ようこそ。貴殿の意志で来訪せしとすぎ、思うがままに我々の試練が受け取れる。だが無償へというわけにはいかぬな。それなりの対価を払ってもらおう。マナポイントってやつだね、それが。そう怯えることはありません。命を取ろうというわけではないのですから。立ち位置変わった？そこ俺も突っ込むな、目ざといです。どうでもいいだろう、続けるぞ。まあ、そらそうだわな。なんで立ち位置変わったんだろうと思ってさ。無償、金銭の類でもない。この空間では無用の長物だからな。我々が戻るのは異質なるエネルギー、マナポイントと呼ばれるものである。まあ、めたい話になっちゃったね。貴殿らが、井戸と呼ばれる存在。あれを打ち果たしてすとき、人知れず解き放たれ魔力。それがマナポイントだ。他にも入手方法があるんだが、ひとまずは井戸から取ると認識してくれ。元来、たとえアクターであろうとも、マナポイントは存在すら感知できる代物。しかし、エゴイズムにより力を得た貴殿は例外中の例外にあたる。今も貴殿の体にびっしりと、千国の戦い格闘者もこびりついてるぞ。こびりついている。なんで701とか言ってくるんだよ。数値で出てきたよ。ゴールドなんか、ゴールド的なもんだろうな。多分、現実と虚構の狭間、ベロアホール。急にさ、耳元でささやかないでくれる？イヤホンしてるからさ、急にイヤホンでささやかないで。びっくりするわ。ASMR かと思った、あなたな。何これ。すべてを無理返し、探索パートを最初からやり直しますってことは、それやり直さないといけないってこと？難易度の変更。さてと、あーさてと。何これ。ゲストキャラクターたちが戦闘を行いますって何これ。戦うためのサイズがサラダでも目指したいと思うか？異界の戦士たち。はあ。なんか嫌な予感がする。あ、はあ、そうですか。あ、そうでしたか。そうですか。うまいこと言うやつだ。あ、最終特区だ。これあれだね。3つしかないから、三つしかないから、それを入れ替えるんだ。なるほどね。過去捨てた力を取り戻すのですね。なんでお前が喋ってくるの？エカテリーナだろうね、多分。これは一番わかりやすいね。ヒデナの経験として不要も可用だ。10につき変換点1となっております。コストの違う9割はヒデナの人件費だ。暴利と思いつつ、敵を守ればいくら。さらなる成長を望まれますか？考え直されるのですか？さらなる成長、考え直す。なんでお前。敵をほぐるのに必要な工程だ。なんでおめえまで喋ってくんだよ。
もっとしよう、忘れてんじゃねえだろうな。2つあるんじゃない、学園長のとこ行くのと宇佐美先生じゃない。大丈夫やった？宇佐美先生に行くんかと思った。学園長のとこだよ。準備が手に取っと行くぜ。学園長、何か呼び出しを受けてるんですか？そんな、こらお前先に帰っていいぜ。あ、私も一緒に行かなきゃ。え、はるかちゃんも？そうだね、そうだね。関わったのに俺も力を手に入れたんだよ。え、いつの間に？そうだよ、その話を聞かなきゃ。待って、お茶飲みます。はい。あ、来た来た。ご苦労、辰巳くん。笠松さんも来てくれたのだね。アクターがこれで5人か。学園長、保留してた答えどうするかもう決めてあるんです。あ、そうだね。そんな話だったね。そうか。もう少し時間がかかると思っていたよ。その内容を聞く前に、片付けるべきことを片付けよう。辰巳の話？あ、違うわ。まずは神有くん、君にこの子を返さなきゃならないね。つごもりここにいたのかよ。ひなつくんたちから聞いている。協力者、つごもりの存在をね。名を聞いた時は感づいていたんだ。その狐のことではないかと。いやーすまん。もう校内を歩き回ったのが教師に捕まってな。その狐喋った。お前知らないんだっけ、向こうに言うればいい。あのさ、肩でペッパクパクするの可愛いね。とにかくうろついたら捕まってな。この男は助けてくれた。岸くんも最たる目的に会いたいわけだ。目的、まあ学園長と会うのは目的だったでしょ。この男が何をしているかある程度把握していたのでな。一度話してみる方がね、やっと機会に恵まれた。この際だ、君たちも聞いていてもらおう。僕の目的はあくまでも神隠しの解決と恒久的な平和にある。力を持たぬ者が異不尽な現象に怯える人がなくなるようにね。勝者や権威表を重ねてるのはそのためだ。目指す者のためなら僕は手段を選ばない。そいつの言ってる内容はある意味真実だぜ。選ばねえ手段とやらで俺もアクターの力を得た。すごくない？それは学園長どういう何も球団は過去の上で打ち明けないとならないね。ヘルメットじゃん。どう見ても安全ヘルメットでは。この装置、僕の親戚の会社と提携して作った代物なんだけど、水木コーポレーション。軍事と医薬に強い屈指の大企業だよ。水木すげえな。この大不景気のでも黒注意しているんですよね。これを頭に装着して装置がみたいなアクターになれる。嘘でしょ。装着さが強い理想あるいは意志を抱いて死にかける。これを頭につけられてな、俺研究生に連れてかれたんだ。だから変な化け物壊せるようになった。理にはかなっている。アクターの力は窮地に瀕したものが的を剣にして鎧。まあそうだね、確かに自分の置かれた今が理不尽だと思えば思うほど溢れんばかりの活力、それがアクターの原理なのだ。それを行くと時にか、あんまりにも普通の人じゃ無理だね。ふざけてるんですか、そんな非常的なやり方。一番間違いない、さすが死んでたかもしんない。落ち着けって風増し、俺は望んで力を得たんだよ。やる前に言ってくれてはいたんだ、どんなことが起きても後悔しなかったな。性質上伝えられなかったんだ、一体何が起きるのか。伝えたらね、分かっちゃうからね。ただ辰巳くんは本気だったからね、かける価値があると考えた。そんなの結果論でしかない。先輩ってもうアクターになったんですか？他にもいらっしゃるね。その方がアクターになった人、失敗して死んだ人だって言うんじゃないですか？球団は過去の上だもんね。てか水着コーポレーション お前だもんな、ね。そうだ、開き直るんですか？球団は過去の上なんだよね。許されないことをしている僕自身が一番よく分かってるつもりだ。だからこそ誓ったんだ、僕は誰の犠牲にも無駄にはしない。お前の気持ち分からないことはねえけどよ。分かってるか笠松、そいつの行動がなければ会長さんアクターになってねえ。ちょっとつごもりだけで笠松を助けられたと思うか？率直に言って不可能だったかもしれないな。だろうな、死んじゃうかもしれないぜお前。この状況で、あえてタオル詰めてみよう、風町さん。君が出そうとしていた答え、今も変わりはないのだろうか。正直に言います。学園長のやり方は私個人としては賛同はいたしかねます。
でもそのやり方がなければ、私が今ここにいなかったも本当で。だから、もしも、ショーを今後何かの研究材料にしようと考えるなら、全力で止めます。私はショーに救われました。絶対に危険な目に合わせない。約束してください。その顔で言うか。それが私が笠間社員が戦う条件です。なるほど、いいだろう。君の提示した条件を飲もう。僕らの個人的な思惑で彼をひどい目に遭わせたりはしない。さて神谷君、君の答えも聞かせてもらおうかな。笠間社員の言い分を守っても異世界で戦っても都合上命を落とす可能性は否定できない。それでも共にかけてくれるかい。自分の答え。まあこのシーンは結構トラウマになってるからな。やめろやめろやめろ。服がもうね笑いに誘ってんだよ。そうか、これユルギスにも言われてんのか。よかった。下にさ選択肢でさやっぱり嫌ですって出てきたらどうしようかと思ったわ。そっか、そうか。彼自身が決めた戦いについては風間さんを認めてくれるね。私は翔と共にあります。ありがとう。君たちの勇敢な精神に心からの敬意と感謝を示そう。さて水木ゴキ、約束は覚えているな。九段の研究施設とやら見せてくれるんだろう。もちろん保護にするつもりはない。え、本棚が回転して、そう、いやエレベーター。嘘でしょ。なんかね、実はですね、ちょっと話にあった、これ多分ね、カットしてるわ。話にあったんですけど、学園の七不思議で、学園に地下があるって七不思議あったんですよ。本当にあった。七不思議だ。それは七不思議だわ、完全に。恐ろしい七不思議だな、何にしても。いやー、地下あったんだ本当に。ようこそ。ここが対神隠し用の研究施設だ。地下にこんなものが、学園の15人、いや20人ぐらいですか、研究みたいな人たちがいますね。全員水木コーポレーションから派遣されてきた者たちだよ。神隠し解決のためとはいえ、ここまでしてくれるもんなんですか。この世界が、世界は不思議に満ちている。新月島特別なのではないんだ。水木コーポレーションは人に害を与えるような、いわゆる超常現象を秘密に排除していてね。ほうほう。軍事と医薬は本来の仕事のお金稼ぎ。なるほどね。本来のね、その表向きね。なるほど。その超常現象とは具体的に話すと内閣の人だ。説明は機会があればでいいかな。はあ。実験室。いや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 、プレートよ。なんか迷宮によって井戸の模造品が放たれている。おいおい、すごいな。機械仕掛けの偽物さ。だから強さは嘘じゃねえぜ。本物だって言われたら納得できるほどにな。水木コーポレーションの送る圧倒的な技術の賜物だよ。この他に入ってもらって、君たち4名がどれほどの力を持つかこの目で確かめておきたい。嘘でしょ。今日はダメです。え、聞いてませんか、今日、ショー、授業中に倒れてるんですよ。そんな状況に飽きたになって戦わせるわけにはいきません。もう大丈夫なはず。はずじゃダメだよ。まあ、いきなり言うても何の準備できてねえしよ。ふむ、一理あるね。そうなると、私は構わんぞ。署の体操が優先だ。じゃあ、後日に行くことになるのか。この話は次の土曜日に持ち越そう。それまでしっかり休養を取っていてくれ。今日のところはこんな施設があると思う。知ってもらえたらそれ十分かな。いや、怖いね、この学園。恐ろしい学園だな。おかえり兄貴、聞いたぞ。つごもりの手なずけだったんでな。いるな、肩に。その肩に乗ってるのか、そうか。触ってくるよな。逃げるわな。はぁ、かわいい。ああ、逃げなかった。いっぱい流していいんだよな。ずれず兄貴、動物に簡単に掴んだんだよ。もももももも。チーン。宇佐美先生が捕獲したの知ってるか。劣化の声が怒り狂ってたぞ。そんなに怒り狂うことかな。転校当初から宇佐美先生はお前のことを目の敵にしてたからな。説教の材料にできると職業で息巻いてたのだが、明日呼び出すと言っていた。呼び出されるのかよ。あの当たり越しなくてはいけないのかよ俺が。あの人たち一時長いから適当に長い。
真面目な教師らしくない助言あの宇佐美先生を当たりこしないと俺があれ宇佐美先生ってあの人じゃないの。つごもり様嘘でしょ、つごもりもできるようになったのマジかよ